アメリカ合衆国最高裁判所長官は、アメリカ合衆国連邦政府の司法府の長であり、アメリカ合衆国最高裁判所の主席判事。初代最高裁判所長官は、ジョン・ジェイである。現職の長官は、ジョン・グローバー・ローバーッツ・ジュニアである。最高裁判所長官は、9人の最高裁判所裁判官のうちの1人であり、残る8人は、賠席判事である。 言語名を直訳すると合衆国主席裁判官となり、最高裁のみならず、司法府すべての長であることが強調された官名になっている。最高裁判所長官は、アメリカ合衆国における最高位の司法官であり、連邦裁判所のための最高総務責任者として活動し、アメリカ合衆国裁判所事務局長官を任命する。最高裁判所長官は、 司法府の報道官としての役割も担う。最高裁判所長官は、最高裁判所の業務を主導する。長官は、法廷における、口頭弁論を司る。法廷が意見を提出する際には、多くの場合長官が意見の執筆者を決定する。つまり、最高裁判所長官には、法廷の会議に対する重要議題設定権がある。 大統領の弾劾裁判は過去に2度あったが、その際最高裁判所長官は上院の裁判を司る。近年では最高裁判所長官も大統領に就任先生をさせる儀礼上の義務を負う。ありがとうございます。